はいどうも皆さん、こんにちは。えー、本日はですね、6月3日6.3日本武道館で行われました、えー、ベストオブザ・スーパージュニアの決勝戦。えー、こちらについてのお話をね、えー、していきたいと思うんですけど。 あちなみにね、あの、僕、この6.3はね、えー、リアルタイムはちょっとできなかったんですよね。あの、この日はちょっと旅行に行ってまして、えー、リアルタイムはできなかったんですけど、ただ、えー、帰ってきた後と同時に、もうすぐに、えー、この動画をね、ニュージャパンワードを通して、見てから今こうやってね、えー、動画を撮っております。で、なんか最近のね、こう、新日本プールスさん特に、えー、ビッグマッチっていうのは、こう、サプライズがね、えー、続いていたわけなんですけど、まあ、今回のこの6.3っていうのも、まあ、いろんなサプライズがね、起きたわけなんですよ。まあ、一部ではね、あの、櫛田選手が帰ってくるんじゃないか っていうのをすごい望まれていた声も多かったんですけど、櫛、まあ、田選手はね、ちょっと帰っては来なかったんですけど、まあ、今回はそんな、えー、サプライズの総まとめというのをね、えー、お話ししていきたいかなというふうに思います。さらにはね、えー、個人的にね、一番驚いた、えー、エース・オースティン選手をね、まあ、バレットクラブ加入というね、えー、ことについてもね、たっぷり言及していこうと思いますので、ぜひね、最後までご覧ください。早速ね、本題入っていきましょう。 早速本題なんですけどまずまあねあねのサプライズというか非常にこう残念なニュースとして、えー、ジュース・ロビンソン選手がね急性の、えー、中水炎のため、えー、当日のねカード変更が発表されると、うん、ま欠場ですよね要はそして、えー、本間智明選手 VS、えー、大岩選手にねカードが、まあ。ま 急遽ね、えー、変更されたわけなんでですよでまあ、本当にね、あのー、ジュース選手がこれ急性の、まあ、中枢炎になっ,たなったのであれば、まあ、これ、非常にジュース選手、心配ではあるんですけど、僕はですねこれどうしてもなんかね、あの振、ー、りに聞こえるんですよね、このこの件って。どうしてかっていうと、シニアプレスの YouTube でも上がってるんですけど、その VTR で、まあ、ジュース・ロビンソン選手が、すごいウィル・オスプレイ選手のことを、なんかあいつは、なんか腎臓の感染症になったらしいなと、そんな欠場するやつに、こ、え、のー このベルトに調整する価値なんかないよなとマジであいつはバカだよみたいな。 感じで、すごいなんかこうね、あの、オスプレイ選手のことを、まあ、煽り散らかしてたわけなんですよ。で、そんな VTR をね、上げた直後に、まさかのジュース選手が今度欠場っていうのは、これなんかちょっと話としてできすぎてるんじゃないかっていう切り替して、僕はして、まあ、ジュース選手といえばね、まあ、対談騒動を通して全世界をね、えー、騙し通しきった男なんで、まあ、これぐらいのフリアー僕はやってくるんじゃないかなっていう風には、ちょっと個人的にはね、えー、思ってますね。 はいそして第5試合の、えー、バレットクラブ VS ユナイテッドエンパイアね帝国のタッグマッチがねあったわけなんですよ。まあ、今回の、まあ、一番のサプライズと言ってもいいかもしれないんですけど、まあ、僕はねそもそもこのタッグマッチっていうのは、えー、当初はそのファンタズモ選手の、えー、g 1参戦物語の始まりかとね僕はこの試合は思っていたんですよ。 で、まあ、実際、あのファンタズモ選手が結果的にはね、えー、ヘナーレ選手から CR2 で勝利したわけなんで、まあ、そのね、えー、g 1参戦の布石は、えー、打てた感じはするんですけど、ただ問題は、えー、その勝ち方ですよね、なんとあのエース・オースティン選手が、えー、バレットクラブとして試合に火星と。まあ、稼いと言ってもそのリングの外でねこうカードを ヘナーレ選手に対して、まあえー、見せつけただけなんですけどでもそれによって、まあねあのー、気をそらされたヘナーレ選手が、えー、ファンタズム選手のサドンデスを食らって負けたわけなんで、まあ、これはは火星とと言ってもいいとは思い思ますねで。そして第2試合で、まあ、あの相変わらず、ね、このアレックス・ゼイン選手と好、えー、感度抜群の試合をしていただけに、まあ、今回の,このエース・オースティン選手のバレットクラブ加入っていうのは、まあ、誰もが、ねえー、驚いたことかなとうう思いますね。 では一体どうしてエースオースティン選手はバレットクラブに入ったのかあそこまでね、えー、好感度を上げに上げてからの、えー、まさかのヒールターンっていうねこのやっぱ落差がすごい高かったんですけど。 ま、そもそも、あの、エース・オースティン選手っていうのは、あの、インパクトレスリングでは、まあ、ヒールレスラーをやってるんですよね。で、あのカード攻撃、あの、相手のね、こう、指の、指と指の間にカードを入れて、こう、スッって引く攻撃も、あれはもちろん、あの、完全反則攻撃なわけなんですよ。っていうふうに、こう、日本では結構、やっぱりベビーフェイス寄りの、えー、ま、試合スタイルとかね、やっぱ顔がすごいかっこいいんで、えー、ベビーフェイス寄りな感じだったエース・オースティン選手なんですけど、まあ、本来は彼って、そのヒール適性も、えー、とても高いレスラーではあるんですよ。そして、これあの、 エース・オースティン選手本人がもうバックステージコメントで言ってるんですけど、まあ、やっぱバレットクラブっていうのはもう世界的に見ても最強のユニットであるとでバレットクラブにじゃあ加入されて、えー、断るやつがいるのかと俺がねバレットクラブに入るのは、まあ、避けられない運命だったのさみたいなことを、えー、これエース・オースティン選手が言ってるわけなんですよ、まあ、では今回のこのオースティン選手のバレットクラブ入りっていうのは非常にこうあの賛否が分かれているというか、まあ、結構ピが多いんですけどなんであんな好感度をねオースティン上げたのにこんなバレットクラブに入ってしまうんだと せっかくあのアレックス全員、ね・ゼインとあそこまでの友情タッグができそうだったのに、えー、それをこんな台無しにしてしまって何を考えてるんだみたいな、まあ、否定的な意見結構見るんですけど個人的には僕は今回の,あのオースティン選手のバレットクラブ入りは、まあ、結構賛成というかまあ大賛成かなというふうには、えー、思ってますね。 でやっぱりその、あのーまあ、新日本ペースに上がってる外国人選手たちからしたらこのバレットクラブっていうのは絶対誰もが一度はあの意識してるユニットではあるんですよで立場上もちろんねあの本体とかケイオスとかね鈴木軍とかエンパイアのメンバーだったらその立場上はねバレットクラブで敵対してるんでもちろん普段はあんなふざけたユニットもうおしまいだろうとかバレットクラブなんかもう賞味期限切れの、まあ、ゴミみたいなユニットだみたいなことを、えー、もちろんマイクでは言うんですけどただやっぱり心のどっかで一度はいやちょっと俺もバレットクラブ入りてえなー っっって思ってて思思るレスラーの方すすごい多い多と思うんですよでよやっぱりそのバレットクラブに入るっていうのは、もうそれだけでやっぱ自分の、まあ、知名度とあと価値が、特に国外ではね、上がることかなっていうふうに思うんですよ。で、これ、あのジュース・ロビンソン選手も言ってたんですけど、その、まあ、ジュース選手ね、この新日本プレスに入ってからずっと本体のベビーフェイスとして活躍されていたんですけど、でも心の中ではずっと、本当はね、俺はバレットクラブに憧れていたんだよと、俺はずっと、えー、バレットクラブに入りたいと思っていた。で、そしてようやく念願かなって、バレットクラブに入りたいと思っていた。 バレットクラブに入ることができたから俺は今最高だみたいなことを、えー、ご自身で言っていたので、まあ、つまりやっぱり外国人選手からしたら、まあ、やっぱ我々ね日本人が思ってるよりも本当にずっとずっとずっとバレットクラブに入るってことはもう特別なことかなっていうふうに思うんですよ。 でもちろんそれはオースティン選手も例外じゃなくて、えー、こうやってまあ新日本プールスに上がれて、しかもバレットクラブからね、じきじきにまあこの勧誘が来たとなったら、それはもちろんオースティン選手からしたらまあ断る理由はないと、でそして今回、このオースティン選手にとって何よりも一番大きいのが、やっぱりこのバレットクラブに入ったことってことは、つまりオースティン選手と新日本プールスがつながったってことなんですよね。バレットクラブっていうのはもちろん新日本プールスのユニットなんで、でもちろん、新日本プールスからしても、バレットクラブからしても、じゃ希望されたか 誰も彼ももねバレットクラブに言えるわけではもちろんないんんでですよでもちろん会社としても、あとまあバレットクラブのまあリーダーであ J. ホワイト選手とか、他かのまあバレットクラブのメンバーからしても、やっぱエース・オースティン選手っていうレスダーが、まあ、この上ない逸材であると、もうどうしてもやっぱオースティンはちょっともっと新日本プレスに上がってほしいと、すごいやっぱお客さんのこと魅了したし、えー、試合内容も素晴らしいから、今回限りで終わってほしくないから、えー、オースティンが望むのであれば、またぜひ新日本来てくれよっていう風な。 やっぱりそういうまあ、会社からのやっぱ強い要望があったと思うんですよ。で、やっぱそういう願いもあってで、オースティン選手。本人もバレットクラブ医療希望者とあバレットクラブが俺を勧誘してくるんであれば是非ね。俺も入りたいよっていう。やっぱそういうね。思いが重なった結果、まあ今回のエースオースティン選手のヒールターンにまあ、繋がったのかな？っていう風うに思うんですよね。なんで僕もまあ個人的にやっぱエースオースティン選手っていうレスラーをこのベストオブザスーパージュニア始まってから、やっぱ1番あのまあ、気になっていたというかそんなオースティン選手は今回限りではなくてまあ、こういう形。でヒール ヒールターンしてバレットクラブに入ったってことは、まあ、今後もね、やっぱ新日本プレスに上がる可能性というのがまあ、かなり飛躍的にね、上がったっていうことなんで、まあ、個人的にはね、やっぱ素晴らしいことかなっていうふうには思いますね。うん、まあ、基本的にね、やっぱ、ね、あのいいレスターってベビーフェイスもヒールもできるんで、まあ、オースティン選手も,もちろんね、ベビーフェイスも全然いけると思うんですけど、本来はどっちかというとやっぱヒールの方がね僕は適性があるのかなっていうふうには思ってますね。えー、そんなね、ねまあ、サプライズだらけの中、休休憩憩後後ですよ、ね、休憩後に今度は まあ、登場すするわけなんですよ、はい、そして、えー、6.12の大阪大会での、ね、復帰を宣言されてからの、まあ、IWGP ・ US ベルトに挑戦することを表明したと、まあ、とても、ねえー、簡潔で分かりやすい眞田選手らしいマイクではあったんですけど眞、まあ、田選手がついに、ねえー、復帰ということでこちらは非常に、ね、喜ばしいサプライズかなというふうには思いました。 今大会最後のサプライズが、えー、第7試合ですよね。第7試合、開始前にこう、まあ、J ホワイト選手がマイクを握って、まあ、お前らよく聞けよと。俺がね、えー、ついにこの J ホワイトが、まあ、新日本に帰ってきたぞと。 そして、あのバレットクラブが、えー、新日本に帰ってきたぞと、そして1つね、サプライズがあるということを言って、そんな J. ホワイト選手のマイクとともに、まあ、この東京ドーム大会の棚橋戦後にね、えー、欠場されていた健太選手が登場ということですよね。まあ、改めて、この健太選手のバレットクラブ入りの意思をね、見せつけた形になったんですけど、ただ一部では、これは健太選手の振りなんじゃないかと、後とで、えー、健太選手はね、これ、バレットクラブを、えー、裏切るんじゃないかとかね、そういう話もね、まあ、一部 では、ね、こう出てきてはいるんですけど、果たしてどうなっていくのかっていうのも、まあ、今後ね、注目していきたいかなっていうふうに思ってます。まあ、そんなね、えー、サプライズだらけの今大会のメインを占めるのが、えー、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの決勝戦、高橋宏夢選手 VS、まあ、エル・デスペアード選手ということで、まあ、これ、あの前日にもね、ライブ配信やって、その時にね、あの優勝予想のアンケート取ったんですけど、えー、その時確か73%でデスペアード選手の勝利予想をする方が圧倒的に多かったんですよ。であの僕もね あのデスペアード選手の優勝を予想していたので、まあ、今回のヒロム選手の優勝っていうのは個人的にも非常に驚いたんですけど、まあ、何よりやっぱりこの前人未到の、えー、3連覇を成し遂げたことによって高橋ヒロム選手っていうのは本当文字通おり、えー、新日本ジュニアの最強の男そしてもう顔ですよねもう誰も文句が言えないもう実績と人気というものを、えー、確立したかなっていうふうに思いましたまあもともとヒロム選手ってすで、まあ、に確立してはいたんですけどよりそれが、えー、強固になったかなっていうふう ふうに思います、うん、いあの正直ね、あの僕なんかはその新しい景色をね、えー、見たいっていう気持ちも確かにあるんですけど、ただ逆に言えば、まあ、ここまで,で、ね、本当にもうジュニア版の岡田選手みたいな感じで最強と化した高橋宏夢選手を果たして誰が超えるのかってことですよね、その時が本当の意味でも、まあ、このジュニア界にね新しい景色が見える時かもしれないなっていうふうに思いますし、でももちろん高橋宏夢選手本人からしたら、まあ、そんなことは絶対にさせないと、俺こそが、えー、新日本ジュニアの顔だから。 から、俺が永遠にまあ、ジュニア界の顔になってやるよ。みたいなことをね思ってると思いますので、まあ、それはそれでまたね、えー、面白いとは思いますね。 はいというのがね、まあ、今回この6.3日本武道館で起きたまあ、全サプライズ総まとめだったわけなんですけどいやでもやっぱね僕が振り返ってみて一番驚いたのはエース・オースティン選手のバレットクラブ入りうーんやっぱあそこまでね好感度爆上げしておいてまさかのバレットクラブかよっていうふうな感じでやっぱそのなんかねあのギャップでねちょっと結構あの落胆してるというかなんか悲しんでる方が結構多いなって印象を受けるんですけどまあ、でもやっぱりねエース・オースティン選手というレスラーが今後もね、えー、新日本プロレスで見れるっていうことがまあ ほぼほぼ確定したと言ってもいいと思いますので僕はやっぱね今回のこの件非常に嬉しいですねそして え今回、エース・オースティン選手がまあバレットクラブ入ったことによって、仮にファンタズム選手がまあそのヘビー級にいたとしてもね、石森選手のタッグパートナーとして、エース・オースティン選手なんかがね、組んだりもできますし、もちろんエース・オースティン選手とファンタズム選手のタッグなんかもえ見れるかもしれないので、これはやっぱバレットクラブはね、本当に今ね、やっぱ一番ちょっと勢いがあるかなという風には思いました。はい、というわけでね、今回のお話は以上になります。僕の動画ではこんな感じで、新日本プレスに関するね、こと速報情報なんかの動画をどんどん発信していきますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価のほよろしくお願いいたします。 クエストありましたら、えー、YouTube のコメントあるいは Twitter の DM にね送っていただけますと動画あるいはブログの方でね返答させていただきますのでどしどしお待ちしております、はい、ではまた次が動画で会いましょう以上